ヌチュンガチンコ勝負ということでですね、はい、今からもうボートレース福岡も開催中でございますから、うん、オールスター前哨戦で勝っていきましょうということですけども、うん、水面的にはもう独特ですもんね、うん、そうですね、もう本当に潮の、はい、満潮、干潮、満ち引きもあり、満ち引きあり、そしてうねりが入ってくる、うん、風もしっかり見ないといけない、うんうん、そこをどうやって計算していくかということですか。うん、そうですね、さあそんな中こちらです。もう内山長島の男のガチンコ船券勝負。おお、ね、うん、いいじゃない。書いております。はい。10レースから12レース今からやります。軍資金3万円。うん。ほにゃららでガチンコ船券勝負。うん？これ何なんですか。軍資金3万円。自腹で。あ、なんだ俺プラスアルファって書いてあるのかと、うん、いいプラスアルファ、いやなんかプラス番組から7万円出るとか、うん、補助みたいな、違います、完全に自腹です。12レース終了後最も多く金額を残したものが勝者、敗者は視聴者にプレゼント。これあれだ、なんか私物持ってきてねって言ってたやつだ。そうなんです、勝負に負けた2人には私物を視聴者にプレゼントしていただきます。第10レースは何といっても1号艇と4号艇の地元 A1 レーサーの2人が人気の中心。さらに SG 覇者の3号艇浜村選手にも注目だ。平田選手が1枚上ということで4頭から、そして白津選手に2着につけての41前、これを1000円集め、そして平田選手がまくりきった時の4から外、外56の選手が非常に今節調子がいいので、4546大いにあり得るかなと思っております。これ1も一番人気なんですけど、まあこれはちょっと元返しぐらいで、ちょっと6が気になるので、あれをパッと1から取っていくからな、ちょっと悩んで。ここはまだね、ちょっと勝負だと思ってないので、まあちょっと抑えめにして、ただもう、まあこの辺はもう1番人気、2番人気なんですけど、この辺でちょっと、とりあえず当てて、まあ、当たり癖をつけて、まあ、2人にやっぱり違うなってとこ見せなきゃいけないな。進入はインコースから、1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び。揃った？揃ってるかな？揃ったね。うん、浜村さんもあまあいいけどね。浜村さん出てちょっと嫌ですね。あー、厳しいかー。145。よしよしよし。お、41じゃん。よし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 。いや、14でしょ。かかれかかれかかれ。6来い6来い6来い。一応6でいい。一応6。北川さん頼む。一応6来い。順次北川。うわー。小回り。6残れ。6。残れ。あー6。3はないよ。おな、3ないぞ。6しかないぞ。5、6しかないから。ちょっと頑張れ。北川さん。お願い。3番手を競り合います。2周目1番、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、行かして、それは無理やろ、やめて、5なら5、5はない、あ、もう5やったら一番人気や、うん、5でいい、もう5でいい、いい、もういい、ちょっとプラスでいい、うん、取れない、取れた方がいい、5番、2番の戦いになっています。これめちゃめちゃ安いです。145、三桁でしょね、そうですね、多分8倍ぐらい、まだあるよ、1マークのうねりが、やめてよ、やめてよ、やめてよ、よしよしよし、よし、できた、ちょっとドキドキする、ちょっと不安、岡部さん145ということで、なんと内山くん的中、あどうも、岡島さんも的中、ね、まあでもチャラぐらいです、僕3000円なんですけど、まあまあまあ、でもえ、ちょい浮いてるってこと、ちょい浮いてますよ、うわー、そうね、1万円だったら、そうですね、はい、僕は浮くようにしか買わない、なんだかんだ当てるんですよ、しかも、いや、それあんだけ買ってる、当たりますよ、バカ野郎第10レースを終えて船券を当てた内山くんと長島が V 値を若干リードしているものの、まだまだ勝負は始まったばかり。続いて第11レースの船券勝負に参りましょう。第11レースでは実力上位の1号艇、5号艇、6号艇の A1 レーサーが人気を集める。しかし2号艇に構える
博多大将藤丸選手も軽視できない。ちょっといろいろ考えた結果と、あとオッズがついてる一六をどうしても調子も悪くなさそうな鈴木選手だったりするんでっていうのもいろいろ考えた結果こうなりました。13がまあ本戦、13か15が本戦なんだけど、16ワンチャンあってもおかしくないぞという感じで、ちょっとさっきより広げて当てにいっております。本命はイン逃げで1256256、これを結構イン逃げでもオッズがついてるんで、これ2000円ずつ、それと内側がへこんだ時の5-126126、これ500円ずつですね。まあここはね、1から1516とかでね買ってるんですよ。穴は僕3やと思って、3のマクリンチギってこれが勝負ですよ。これ125一番人気なんで5000円なんですけど、これでまあちょっと浮きですわ。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。1番、3番がわずかに覗いたスタートになっています。その後は1号艇、辰馬が出ていって1番から旋回、逃げる1号艇の辰馬、刺す2号艇の藤丸、まくり出します。最悪や、3号艇の後藤が止まっています。3頭スタートは前提正常でした。最悪や、刺さるのか、うわ、全員外れ。第11レースを終えて内山くんは未だ29,700円を残しているが、宇市長島は共に残金が1万円となっている。果たして2人の逆転はあるのか。第12レースでは1号艇の今村豊選手と4号艇の徳松選手が人気を分け合う形に。さらに外枠の5号艇と6号艇に構える山下選手と佐藤大輔選手の存在も気になるところだ。353、そして5356で、さらに63、そして6号、まあ、6頭の場合はもうグッズがすごいついてるんで、そこを300円と200円と振り分けて全部で1万円最後に使い切りました。大穴狙い。いや、言ってももう今村豊さんですよ、ね、だからもう1頭で、で2着はもう徳松さんの足も良さそうなんで、うん、ただまくり切るほどの足はないし、徳松さんがまくり切ると思えないんで、だからここはもう14の、まあ本命なんですけどね、1436を1万2000円で1455000円。僕はもう本戦は今村選手から行きましたけども、1万円しかないので、僕はもうちょっと人気薄の2号って残るんちゃう。今のレース見てちょっとまだうねってるんですよね。だからこれ外が不発やった場合、純走できるんじゃないかと期待を込めて、これ全部5000円以上つきますから、夢の10万狙ってます。1番、3番、4番、5番、6番、2番です。スタートしました。そうだ、1番、3番、4番とスローの撮影、これもう今村さん逃げるね。その後は1号艇、今村が出ていって1幕、逃げる1号艇、いけ、喧嘩して、いやちょっと待って、いや、1号艇、1号艇、あもう1号艇、もうなんないよ。しできた、2なんか何にもないもん。よし、だって俺6コースと思ってやってへんもん。すぐ後ろから5号艇、山下がチャンスを伺っています。やめてよ、やめてよ、ちょっとやめてよ。あ、4なるんじゃん、ちょっとやめてよ。よしよし、おーわ、でかい。まあ、ただ一番少ないところなんですよ。あ、マジっすか。ただ、あの、オッズはいいんですよ。まだこれ4売れてない、やばいよ。4-1やめてよ、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 刺さんない、刺さんない、やめてよ。あれちょっとやめてよ、刺さったな、これ打ちないで、打ちないで、打ちないで、そう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 、ちょっとやめてよ、ちょっとやめてよ。うわー、これ伸びは徳松さんやもんね、ゼロ度にしてるし。やめて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 、開いて、ちょっとやめてよ、やめて、ちょっとやめて、開いて、よけできた。
先頭は1番よしできた。2番手の徳松、3番手の山下、はい、とうちゃん。すごい。おめでとう。ありがとうございます。さすが。やりました。いやね、ボートは簡単なのよ。ムカつく。強い強い。混ぜてるからね。そんな難しい考えちゃダメですわ。そうですね。何言われてももうね。しょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがない。じゃあ、ウイスさんと僕はこちらを、はい、そうですね。プレゼントしたいと思います。ニコニコボートレース部とこちら、選手会の。選手会と、パラリンピックのコラボですね。これをぜひもらっていただきたいと思います。さあということで以上船くん勝負のコーナーでした。さあということで本当にもう僕とおじさん頑張らんと開催中に僕らイベントあるんですよ、はい、広場で72レース予想会、はい、でおじさんと23日3日目に後半対決があるんですけども、うん、そんだけ当たってる内山さん来てもらえませんか23日。あ、ただあれですよ、内山くん来るとしてもプライベートですよ。もうポスターにも何にも載りませんよそれ。さあ今日どうでしたか内山さん、やってみて。そうですね、うん、あのやっぱり言ってた通り福岡やっぱり僕は本当相性いいなっていうのよく分かってたん で、はい、であとあの福岡はねあんまりその皆さん難しく考えない方がいいです、うん、ボートって簡単なんですよこれは、うん、当てた人が言えるやつやこれは。だから、まあねまあ、取れなかった満州のことは忘れて、はいはいはい、それよりも取れる陰人形を考えた方がいいですよ、はい、切り替えが大事です、ね、切り替えが大事です、本当そう。いや内山どうでした。僕、はい、ここぞっていう時にどでかい配当を取ることあるじゃないですか。ありますあります。それはあのお二人とも多分、はいねはい、現場にいらっしゃったことあると思うんですけど、はい、で今回のオールスターなんて、うんはい、実力がまあ拮抗してる選手がいるわけでしょ。でましてやその福岡のスイングがちょっと難しいっていうふうに言われてるんで、うんはい、大穴が出る可能性が存分にあると思う。存分にあります。そういう意味で僕は期待していきたいなと思ってますね、うん、やっぱり穴でバシッと儲けたい決めた。やっぱあの時のね、あの出る汁の量が違う、ね、汁がね、声とね、うん、溺れ死にそうになるんで汁で自分の中で。そうそうそう。いやそれぐらい皆さんもねもうしっかりと盛り上がっていただきたいと思います。ということで1ヶ月を切りました。福岡のオールスター、はい、もうぜひ皆さん本庄に来て、はい、そして、ね、出る汁を見ながら応援していただきたいと思います。ということで皆さんオールスターまでしっかりと勉強してください。それではまたさようなら。さようなら。本庄で頑張ります。頑張りましょう、うん、当てる当てよう。